はい、お疲れです。今日はですね、ずいぶん前というか年末に購入してしまいましたキャニオンのですね、ラックストレーブ CF7、マウンテンバイクなんですけども、そちらの方が届きまして、そちらの開封動画の方を撮ろうと思ったんですけども、非常に箱が大きくてですね、いつもの、前のところではなかなか開けにくいっていうか、今とですね、ちょっと映ってるようにトレッドミドルが置いてありまして、この上にですねギリギリ乗るみたいな感じの、スタイルになってますけども、これなかなか大変ですね。これ通販っていうのは、直販っていうのがなんか最近ね、どっかの大手のアメリカのメーカーも直販をやるよとか言ってますけども、なかなか大変ですよ。これ要は自宅が自転車屋さんみたいな方ならいいですけどもね。 Enjoy the ride ですね、よく見かけるやつですね。 Enjoy the ride、 これ Enjoy the ride コミュニティじゃないのか、残念だな。こんな感じで入ってますね。よくあの何ですか、よくあの YouTube の動画で上がってるあれですよ。あのよくあの海外の YouTuber が上げてるやつですね。あれですよ、全く。その組み上げるとかそういう動画は、他の動画を見てくださいねとか言って、そういうわけにはいかないかな。で一応はですね、スペアパーツとしてですね、リアエンド、こちらの方を購入したのがこんな感じで、リアディレイラーハンガー、こちらの方は別に購入しておきましたので、こちらの方が別の箱に入ってますね。ちょっと失敗したのはですね、前三角のところにボトルケージが2つ付けれるようになってるみたいなやつですけども、このモデルはそのボトルゲージがですね、特殊なボトル形状してまして、それを一緒に注文しとけばよかったんですけどもね注文し忘れちゃったな。こんな感じでドロッパーシートポストが入ってますね。あれくっついてるんだ。他の動画で見ると、ドロッパーシートポストのワイヤーがついてなくて自分でつけるみたいな動画をよく見ましたけども、これワイヤーつけてくれてるのかな。ありがたいな。もうほぼほぼ組み上がってるようなもんじゃないですか。これあとハンドルつけるだけなんだ。ハンドル、あとはハンドルつけるだけの状態ですね。組み立て動画は他のやつ見てくださいあの中に入ってるやつも多分書類とかも同じだと思いますけども、あと開けて組み立ててから、なぜこのマウンテンバイクを購入したかというのですね、経緯をですね、お話ししたいと思います。というわけで、パーツをあれこれ出して組み上げました。こちらがですね、ラックストレール
CF7 というものになりますね。まずはですね、こちらの車体の紹介ですね。カーボンフレームのフルサスペンション、サスペンションストロークはリアフロントとも 120mm で、コンポーネントはデオレ XT、 ロードバイクでいうところのアルテグラグレードになってくると思います。ドロッパーシートポストですね。ドロッパーシートポストで、ハンドル周りがですね、まあ、これがシフターで、まあ、フル XT なんで油圧のディスクブレーキで、こちらがですね、あのドロッパーシートポストのレバーと、まあ、ここにですねフロントとですねリアのサスペンションのロックアウトリモート機能がありましてね、まあ、これがついていますと。外観はこんな感じです。どうしてですね、私がこちらの、マウンテンバイクをチョイスしたかというのをお話ししていきたいと思います。場所概要、ラックストレイル CF7、 どうしてこちらのマウンテンバイクを私がチョイスしたかという話ですね。まあ、とりあえずですね、どうしてマウンテンバイクを購入しようとしたのかといいますと、オフロードトライアスロン、そちらの方にですね参加しようと思いまして、まずマウンテンバイクを探しに行ったということですね。まあ、このご時世ですね、マウンテンバイクもですねもうかなりの品不足になっていまして、なかなかですね見つけることというかですかね、納期がですね未定なものが多くてですね、手頃なですねあのマウンテンバイクを探していまして、スペシャライズドのチゼル、あちらの方ですね、購入しようと思いましたけども、いつ入荷されるか、まあ、分からない状態だったものですから、日本でマウンテンバイクがそこまでですね、人気があるスポーツだと思っていませんでしたので、まあ、すぐに在庫が見つかるだろうと高をくっていましたが、まあ、なかなかないと。私がマウンテンバイクの知識であったのは、クロスカントリーバイク、オールマウンテン、ダウンヒルバイク、まあ、この3種類ぐらいしかないと思いまして、まあ、ダウンヒルバイクは、まあね、オフロードトライアスロン、ああいう競技では、まあ、向かないなと思いまして、まあ、オールマウンテンかクロスカントリー、まあ、こっちどっちかだなと思いましてですね、まあ、初心者なものですから、下り坂で転倒するという危険性を回避するためにも、オールマウンテンというね、ジャンルの候補に上がりましてですね、スペシャライズドでいうところの、クロスカントリーバイクがチゼル。まあ、そのオールマウンテン、もしくはトレイルバイクっていうんですかね、今トレイルバイクっていうのがフューズっていう、まあ、こちらのね2種類が選択肢になりました。まあ、フューズっていうのはですね、まあ、トレイルライド、こういう山をですね、まあ、どちらかといったら下りを楽しむような、マウンテンバイクになっていまして、まあそちらもですね探したんですけども、人気があるようでなかなか入荷がいつになるか分からずに困ったなと思いましてですね、まあ、さらにですね YouTube 等でですねマウンテンバイクのことを調べていきますとです、新ジャンルがありまして、このクロスカントリーバイクとトレイルバイクの中間のダウンカントリーというジャンルがあって、おなかなかいいじゃないか、ダウンカントリー、ちょうどですねそのオフロードトライアスロンも、まあ、トレイルライドと、まあ、クロスカントリーレースの中間のようなコースでやるので、ちょうどこれいいんじゃないのかと思いましてですね、探してみますと、たまたまこのラックストレイルあったんですよね。キャニオンですから通販でパチッとやって 1,2 ヶ月ほどしたら来ました。これがあのマウンテンバイク初めてなものですから、これがいいんだか悪いんだかよく分からずに乗っています。まあ1ヶ月ほどあの立ちまして、地元で開催されたシクロクロスの大会に一度出てみましてですね、まあ、これでもですね、まあ、十分楽しむことができました。トレイル等も走ってましてね、ちょっと前に大転倒をしまして、もう傷だらけですよ、もう1ヶ月買って1ヶ月でこれなんでフルサスを選んだかというと、フルサスの方が転びにくいから安全志向かなと思いましたけども、フルサスだろうがハードテールだろうが転ぶときは転びますよ、ドーンと。まあそれよりあのハードテールだなんだというよりも、マウンテンバイクは機材よりもテクニックが重視されますので、オフロードトライアスロン、そちらの方の完走を目指していきたいので、そちらの練習をするためにマウンテンバイクが中心のサイクルライフになっていくと思います。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。